こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、人気標準レンズズミルックス 50mm の、初期タイプですね、第一世代のレンズになります。はい、ご覧の通りですね、ズミルックスの 50mm 第一世代レンズになりますね。ご覧の通りですね、大変このかっこいいルックスからですね、美しいルックスから貴婦人の異名を取るレンズになってますね。はい、工業芸術品と言われるゆえんのレンズになります。はい、大変精巧な作りで美しいルックスになってます。シリアルがちょっと見にくいですけれども1928409ですので、1962年のドイツ製のズミルックス 50mm という感じになってますね。はい、では外観から見ていきます。はい、外観はご覧の通り大変綺麗な状態ですね。はい、擦れ傷、当たりへこみとか、油汚れなどのようなものは見られないですね。はい、ご覧の通りです。正面から見ていただいてもですね、こう落として歪んだような跡やどこかにぶつけたような跡もなく非常に綺麗な状態です。マウントも綺麗ですね。マウントはライカ M マウントになってますね。ライカ M3、M4 のようなオールドカメラからライカ M8、M9、ライカ M タイプのようなデジタルカメラまで現役でご使用いただけるレンズです。はい、はい、でレンズの状態ですけれども、前玉後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか削れ摩耗などなく綺麗な状態ですね。はい、ご覧の通りです。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れなどはなく、非常に綺麗な状態ですけれども、中玉、ちょっと見えますかね、ちょっとすれがあるように見えますね。はい、こう見ると1本ピッとちょっとすれが見えるんですけれども、まあ、画質には全く影響はないと思いますけれども、それだけご留意いただければと思いますね。なんか拭いたような跡ですね。はい、こうする感じで全然全く何も見えませんので非常に綺麗な状態です。ちりほこりの混入もほぼほぼ見えないですね。はい、絞りの動きもいいですね。はい、軽く動いてまして、油汚れとか羽の痛みもないですね。はい、ピントもヘリコイドも滑らかにいっぱいまで動いてまして、動きムラとかですね、グリス切れのスカスカ感などもないですね。はい、はい、ということで、外観、光学、内部の機構ともに、問題のないライカズミルックス第一世代です。付属品がこちらのリアキャップとですね、こちらのズミルックス純正の 50mm 用のフィルター、じゃなくてフードになりますね。はい、専用のフードになりますね。この第一世代ズミルックス専用のフードになります。はい、この挟み込み式でこのような感じで装着していただきますね。はい、でこのフードを逆さにこうつけていただきまして、はい、こちらのキャップをこうつけていただきますとフロントキャップ代わりになるという感じの仕組みになってますね。はい、はい、はい、という感じで、本個体ですけれども熊本の中村光学様にてオーバーホール施していただいております。レンズの分解清掃、絞りの分解清掃、
ヘリコイドの型修正、ピント調整と一通り、整備調整を施していただいております。はい、ということで、ライカの大変人気の標準レンズズミルックス 50mm の第一世代オーバーホールズミになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。